どうもカバーです。ですね、今日は、シングルストロークにアクセントつけただけのダラダラしたものをやってみました。で、これはシングルを叩いててアクセントをこう いろいろ入れる方法の練習になるんですね。で、あんまりこう自分の限界のスピードからこう音に近づけるとできないんですよ。で、だからちょっとこう遅めでやると多分できると思います。で、本当昨日のマーチの延長線上を見たような感じなんですけど、やってみると意外とこういろんなものの持久力が違います。で、別に力使ってる持久力とかっていうわけじゃないんですけど、その何でしょう、ずっとこう安定したものを叩けるっていうものを覚えられるっていうかっていう感じですね。で、一番いい、そうですね、練習法 の中の一つとしては、シンコペーションブックを利用することもできるんですよね。で、シンコペーションブックの38ページの1は6連符向きです。で、2番はどちらかというと32分音符向きです。まあどっちでもいいんですよ。32分っていうか16分ですね。だから自分で好きな方を選んでやってみるといいと思います。で、試しにちょっとやってみます。で、どうしようかな、ちょっと慣れてないというか忘れちゃったっていうかたんで、で、ちょっと最初ゆっくりめにちょっとやって、チっぽいんですよ、だから結局バディリッチがこうスネアだけでアクセントでこういろいろやってることも練習次第ではできるようになります、と思います。あんな早くはできないですけど、っていうところで今日はなんかちょっと遊び見たくなっちゃったんですけど、なんか練習の延長見たような動画になっちゃったんですけど、またこの続きでも何かちょっと思いつけば、ちょっと思いついちゃったんで、ということで、今日は見てくれてどうもありがとうございました。失礼します。